赤壁での戦いは勝利に終わったものの、曹操は西の地破食に居を構えた劉備に対し、まさか官室、いや帝をいただかずに天下は形を成し得ると。地に長けるお主さえ旧来の形にとらわれてしまっていたか。長い歴史の中、帝の下で天下が一つであった時期などごくわずか。帝の必要性など天下の万民が抱く幻想に過ぎぬということか。指針たる道理があれば人の世は収まる。天下は変わるのだ。芝居よ、新たな世を共に作ってみんか。面白い。目から鱗が落ちるとはこのことよ。当初の利を奪われていたはこちらが不利。劉備から総機団を取り戻すのだ。敵将、私が討ち取った。
った。この巨人、我が策に踏み込んでやるとしよう。私が討ち取った。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。さあ、共に進みましょう。そして、私の策にお力添えくだされ。勝利だ。どうしたもんだ。